アイテム番号 SCP-41JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-41JP は強化アクリルケース内に収容します。ケースの設置場所は SCP-41JP 研究主任のオフィスであると設定し、職員はそのように振る舞ってください。機密上の問題から重要な情報と外部への接続可能なデバイスを持ち込んではいけません。SCP-41JP の問題行動発生時には、機動部隊、N8、鉄のグローブ、が対応に当たります。SCP-41JP のケースにはゴミを敷き詰めてください。管理上、ゴミは紙くず、木片、不要な事務用品に限ります。SCP-41JP は常に監視カメラで観察されます。SCP-41JP には常に、適当な作業、クイズ、ケース内の整頓、意味のない反復作業など、を与え続けてください。1日に1回適切な量の生野菜を与え、作業遂行の報酬として高栄養価のゼリーが与えられます。ただし問題行動に出た場合はこれを没収した上で、金属製ハエたたきで SCP-41JP を叩いてください。説明。SCP-41JP は、外見上は普通のハエ7匹です。1匹につき1個体の、孵化死の実態、を伴っています。肩取り用の粘土に触れさせたところ、この実態は 1.0、1.5 の人型であることが分かりました。SCP-41JP 本体は通常のハエと変わりません。SCP-41JP の飢餓、または苦痛は SCP-41JP-A にフィードバックされます。しかし、互いに外的要因や寿命で死ぬことはないようです。孵化死の実態、SCP-41JP-A にして、は個体ごとに知性があり、どうやら、現実、を歪め、改変する能力を有しています。この能力により、SCP-41JP-A は非常物、異常物、超常現象に類する現象を引き起こすことが可能であり、財団で行われた実験ではその範囲があまりにも広く膨大であることが判明しました。以下はその一例です。記録日20:14:45 SCP-41JP 収容中のオフィス内の様子です。特に異常はありません。14:56収容ケース内で SCP-41JP が激しく羽ばたき始めます。より詳しい分析により、この時収容ケース内面には未知の物質で構成された液体が噴霧されており、収容ケースの蓋から外に漏れ出していたことが判明しました。15:05研究員がオフィスに入室します。15:08研究員が SCP-41JP の収容ケースに手を伸ばし、いくつかのゴミと SCP-41JP 個体3匹をつかみ取りました。残った個体はケースから出ず、ただじっとしています。15:09研究員がゴミと SCP-41JP 個体を口に入れ、咀嚼し始めます。表情は最初何も気にしていない様子でしたが、やがて困惑した様子を見せます。15:11その場で嘔吐し、オフィス内のトイレへと走っていきます。吐き出された SCP-41JP 個体は収容ケース内に戻ります。15:12トイレのドアを開けた瞬間、緑色の壁が、研究員の上になだれ込みました。後の検査により、液状化したセロリでトイレ内が満たされていたことが分かりました。研究員は液体まみれになりながら、緊急通信ボタンを連打しています。SCP-41JP は乱舞しているように見えます。SCP-41JP-A の知能、精神面は、それぞれ8、14歳程度と考えられています。これが直接の原因かは不明ですが、能力の使用方法は概ね、過激かつ幼稚ではありますが、致死性の少ない、いたずら行為、に終始しています。自衛その他の目的では使用しません。財団は、能力の危険性と、思春期、
に懸念される不安定さを理由に、オブジェクトクラスをユークリッドに指定しました。SCP-41JPA は研究員の予想を外し、これらの問題行動によって何ら利益を得ている様子はありません。むしろ行動には多大なエネルギーを必要とするため、過去4回財団に対し飢餓状態からの救援を求めるメモが送られています。SCP-41JPA と財団は、その保護と収容維持を目的に、キッザニアプロトコルを定め、ショート罰則に関する収容プロトコルの一部が改定されました。SCP-41JPA は今もこれからも、あのオフィスに置かれます。このハエたちはかまってちゃんです。もしも故意に無視するのなら、いずれとんでもない、いたずら、で私たちの気を引こうとするでしょう。SCP-41JP 研究主任。SCP-41JP は当初、叩いても死なないハエ、としてアノーマラスアイテムに分類されていました。しかし定期報告のため、エージェントが財団施設へ輸送しようとした際に大規模な問題行動を仕掛け、機動部隊ヌ8、鉄のグローブにより守備よく確保され、SCP 指定を受けました。収容当初は通常の青いポリバケツに居住していましたが、財団側の管理上の理由から現在はアクリルケースに変更されています。尾行、SCP-41JPA 各個体の判明している個人情報リスト、抜粋、中表欄の自称した呼び名は、各個体それぞれにメモとペンを提供し、記載させた。SCP-41A1、ミュンペペ、SCP-41JP の総意を代弁することが多い。まとめ役と推測される。収容室内を560分間、無音、にする。SCP-41A2、ピカリー、女性用の物品にたかり、触れようとする。強烈な悪臭を放つ球体を作成。その後自ら消去する。SCP-41A3、クロイド性、ハエ本体によるジェスチャーを多用し、文字を使用することが珍しい。収容室内の書類を勝手に翻訳、添削する。SCP-41A4、カニ、最も活動的に見え、問題行動の回数が多い。収容室内にいる男性研究員の股間を光らせる。SCP-41A5、ロロモ、原文ママ、ケース内でひっくり返っている。収容室内の重力を反転させる。SCP-41A6、ドロー、ほぼ問題行動を起こさない。珍しい個体、財団職員の前に、9歳前後の女性の姿を顕現させる。18分間、踊った後消滅。SCP-41A7、あっと、原文ママ、最も幼稚ないたずらをする個体。他の個体について回っている、財団職員の胸部を膨らませる。